災害対策として。災害対策にも税金は使われています。新型コロナウイルスの感染拡大は社会のシステム、人々の生活などに大きな影響を及ぼしています。令和3年度も依然コロナウイルスの影響が続いていますが、ウィズコロナの下で一日も早く通常に近い社会経済活動の再開を図ることなどを目的として補正予算が組まれました。補正予算とは、予算作成後の事情の変更によってその予算に不足を生じた場合、また予算の内容を変える必要が生じた場合に出来上がった予算を変更する予算のことです。ではその内容についていくつか例を挙げて見ていきましょう。まず、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、医療提供体制の確保などとして、病床確保などに2兆314億円、ワクチンの接種体制の整備、接種の実施に1兆2954億円、治療薬の確保に6019億円。また、感染症の影響により、厳しい状況にある事業者への支援として、時短要請などに応じた飲食店などへの協力金などに6兆4769億円、事業復活支援金に2兆8032億円などが挙げられています。次に、ウィズコロナ禍での社会経済活動の再開と、次なる危機への備えとして、安全・安心を確保した社会経済活動の再開のために、予約不要の無料検査の拡大のために、3200億円、新たな GoTo トラベル事業として、2685億円、また、感染症対策を強化するために、ワクチン・治療薬の研究開発・生産体制の整備に、7355億円が挙げられています。このように緊急時の対策としても税金は使われているのです。